내린다. 저기 잘 날려야 되는데 잘 안 되더라고. 너무 선풍기가 작네요. 여러분, 이 바람이 느껴지시나요? 무슨 바람이냐고요? 친환경 미래를 꿈꾸는 재활용의 바람이요. 지금 전 세계적으로 불고 있다고 하는데 여러분은 안 느껴지시나요? 그래서 오늘은 이웃나라 일본에 불고 있는 재활용 바람을 느끼러 떠나보겠습니다. 그럼 출발! 진짜 떠나시죠? 오늘은 정말 가나요? 그러고 싶네요. 공항종이 아닌 것 같은데요. 빈 가방 아니에요? 친환경 미래를 향해 앞으로 갓! 이 미래를 위해선 재활용과 새활용이 필수입니다. 전 세계를 휩쓴 녹색 바람은 어떤 모습일지 에코지구촌 지금 일본으로 출발합니다. 일본에서는 2000년대부터 녹색 바람이 불었습니다. 쓰레기 반감 도시를 선언하며 여러 시도를 했는데요. 그중 하나가 바로 에코타운. 이곳에선 다양한 재활용 공장들이 열일을 하고 있었습니다. 뭐죠? 그런데 말입니다. 이 건축 자재를 만드는 게 신기한 일인가요? 뭔가 특별한 재료가 들어가는 것도 아닐 텐데. 응? 설마! 그 재료가 기저귀? 야, 기저귀요? 네, 지금 머릿속에 떠오른 그 기저귀가 맞습니다. 고령화 사회로 접어든 일본에서는 특히나 버려지는 기저귀가 많이 늘었다고 하는데요. 기저귀만 있으면 재활용 문제 없습니다. 그럼 이 기저귀는 어떻게 재탄생되는 건가요? こういうボードの中のつなぎ材それから建物の外壁材そういう用途にそれのつなぎ材補強材 정말 신기하네요. 그런데 이 기저귀 하나가요 하나가 아닌 네 번의 변신을 한다고 하네요. この工場から4つのものに分けられます。パルプはボード外壁材そういうものそれからプラスチックは 固形燃料, SAPも今の段階では固形燃料, オデイは土壌改良材、もうそういうふうにそれぞれ利用されている、再利用されています、 100% 그렇다면 기저귀에서 나온 이 플라스틱 어떻게 재활용되는지도 봐야겠죠? 이곳은 플라스틱과 비닐을 재활용하는 공장입니다. 보통 일반 가정에서 나는 모엘 고미를 小さく砕いて乾燥させてゴミ固形化燃料を作る工程です。 플라스틱과 비닐 쓰레기는 이곳으로 와서 고형화 연료로 재활용됩니다. 그럼 이 연료는 어떻게 쓰일까요? 이게 고형화 연료. RPFは隣のリサイクル発電所で燃やして それで蒸気を作って、それで蒸気タービンを回して電気を発電しています。それ蒸気炉があるじゃないですか。今までの燃えるゴミを処理するだけの施設から比べて、埋め立て地に埋めるゴミの量が少なくなったので、埋め立て地の延命化にはつながっています。一つはですね、やはりその大量生産、大量消費型の社会から、やはりその環境に優しい社会に変わらないといけないと。 いう時代になってきたというのが一つあります。それでエコタウン事業というのに取り組んだんですけれども、そのおかげでその市民の中にもですね、単純にゴミを捨てるだけじゃなくて、ちゃんとゴミを分別して出して、これが次の材料になるんだという意識が芽生えてきたという効果があります。 이번에는 일본의 제주도라고 불리는 오키도키 오키나와입니다. 아, 제주도 아니었어요? 역시도 녹색 바람이 솔솔 부는데요. 오키나와에 아주 독특한 뭔가가 있다고 하네요. 궁금하시죠? 이 버려진 유리에 주목하세요. 유리가 화분으로, 흙으로 다시 태어났습니다. 우와. 유리가 화분이 되네. 슬퍼소르의 의미 자체가 소르와 소일의 略, 소일이 뜻은 土壌, 土. 그러니까
特別な土ですよという意味でスーパーソルトというふうに命名しています。要はガラス自体は、土壌成分ケイ砂からできているので、それを土を生成して作ったガラス瓶が、スーパーソルに変わって、でまたそのできたスーパーソルを土に戻すことによって、土から土へのきれいな循環がリサイクルができるという意味で、スーパーソルという名前は非常に合ってるんじゃないかと思います。이유리병이화분이된다고요일이어떻게가능한일이지정말신기해요こちらのガラス発災機で先ほどのガラスをですねこういった粒状にするんですね。ただガラスっていうのはですね割れやすいので、ラベルとかキャップはですね上に残ってしまうので、1時間に1回手作業で取っていくんです。この粒になったガラスをですね、次こちらの粉砕機ってあるんです。この粉砕機の中にですねこういった玉が1万個ぐらい入ってます。でこれがぐるぐる回ってぶつかるのを利用してさっきの粒をこういったガラスの粉にしていきます。유리의재활용길은멀고도험하다하지만이렇게재활용되면그역할을톡톡히합니다一番今メインはやっぱり土木とか土壌改良とかそういうものなんですが、それプラス今水質の浄化とか、それからあと養殖場の問題解決とか、いろいろ多方面に使える資材になってきたので、捨てられたものから世の中に役立つ資材に転換することができたというのが一番大きな収穫だと思います。여기서끝이아닙니다이곳후쿠오카에서는20년동안재활용을실천하고있다고하는데요20년의재활용노하우가담긴그이야기지금부터저와만나보실까요자원순환형도시를위해선무엇보다시민들의재활용과재활용인식이중요합니다그런의미에서만들어진 3R 스테이션ゴミ減量とか環境のことについて知るためにいろんな事業を通してそのきっかけ作りをする施設になっています。그중에서도유독인기있는프로그램이있었는데요바로플리마켓입니다ここにあるものは全て無料になります。1日1人5点までお持ち帰りいただけます。입지않은옷쓰지않는물건들가져오세요새주인을찾아주고또새물건을가져올수있습니다야저기한번가야겠어요스킨이난도가とか週に何度かとか多いとか비니까도비싸겠네요サイビオと言いますかそういう部分でも全然使っていけるこう世代にわたって使っていける部分とかやっぱり利用しやすい部分もありましてだいぶ利用させていただいて재활용과새활용에대한관심을넘어함께하는분들이점점늘고있는데요좋은소식이죠福岡市では以前ゴミが大量に増えてどうしても家庭からの出るゴミを減らしましょうという取り組みを進めてました。開館当初よりは利用者数もかなり増えてきてますし、市民の皆さんのゴミ減量とか 3R に関する関心がやっぱ高まってきてるというふうに感じてます。올바른분리배출이재활용으로이어지고새활용으로이어집니다이작은실천이모여깨끗한사회를만들수있다면여러분도동참해주실거죠아름다운에코지구촌함께지켜주세요